詳しくは、古正山薬王院大宝寺と合する。本尊は阿弥陀如来座像。本堂は、愛媛県内最古の木造建築で国宝に指定されている。自伝によれば、飛鳥時代の大宝元年に、地元の豪族将セ美吉玉教が創建したと伝えられている。事後は創建されたとされる年号に由来する。江戸時代には、 歴代松山藩主の祈願書となった。松平氏四代藩主、松平正史家によって、上京二年本堂の修理が行われた。炭木長者伝説とも呼ばれる。その昔、この地に、墨木長者と呼ばれる豪族がいた。彼は小宝に恵まれなかった。薬師如来に祈りを捧げたところ娘が生まれた。娘の名を、ロと名付けた。ロには、 お袖という名の乳母を雇い大切に育てた。お袖の父の出が悪くなり、再び薬師如来に祈ると、父が出るようになった。そこで、お礼にお堂を混流した。これが、大宝寺の始まりという。ロは十五歳になった時に重病にかかった。お袖は、自分の命と引き換えにロを助けてほしいと、薬師如来に祈った。すると、ロの病気は併憂した。 その祝いの席でお袖は病に倒れた。お薬師様との約束と言って、お袖は薬も飲まず治療を拒み、とうとう亡くなった。亡くなる直前に、お薬師様へのお礼に、桜の木を植えてください。と言い残した。長者は、約束通りお堂の前に、桜の木を植えた。その桜は、枝が伸びないうちから幹に二から三輪の花が咲いた。 その花は、お袖の乳房のような形で、母乳のような色であったという。その後、母乳の出が悪い女性が参拝に訪れるようになった。この話は、明治時代、小泉役もによって英語に訳された。また、階段にも収められている。ありがとうございます。